PS5 Pro の噂が出始めてから一体どれぐらいの月日が経ったでしょうか。有力な情報筋トム・ヘンダーソンさんによると2024年11月の後半に PS5 Pro は発売されると言われております。有力な情報筋ってなんだよ、皆さん思うかもしれませんけど、いやいやこれ侮ってはいけないんですよ。プレイステーションポータルや PS5 のワイヤレスイヤホンなんかの登場を事前に当てていた人だったりするんですよね。まあ、それ以外にもいろんな情報を当ててきてます。情報を当ててるというか、まあ、内部の人と通じてるんでしょうね。しかしながら PS5 Pro 本当に今年発売されるの、まあ、そんな懸念はありますよね。待ってる人からしたら気が気ではございません。最近そのトム・ヘンダーソンさんが PS5 Pro における情報を少し更新しているんですよね。その内容を読んでみましょう。9月15日以降にリリースされるゲームの PlayStation 5用アプリケーションは全て PlayStation 5 Pro をサポートすることが義務付けられます。したがって正確なリリース日ではありませんが、 PlayStation が今週初めに開発者に公開した情報によると PlayStation 5 Pro は今年後半にリリースされる予定です。まあなんか文章がちぐはぐな感じはありますけれども、翻訳なんで仕方ないところはありますが、今年の9月15日以降に発売されるゲームソフトたちはPS5 Pro をサポートしたゲームになっている可能性が高くなるようです。9月15日以降に発売されるゲームって一体どんなゲームがあるでしょうか。プロスピがありますね。 PS5 Pro でものすごいグラフィックの新庄監督が出てくるかもしれません。まあ、冗談はさておき、サイレントヒル2だとかメタファーリファンタジオだとか、あとはあんまり意味ないかもしれませんけどドラクエ3のリメイクとかもありますよね。まあそれよりも何よりも来年以降に発売されるグランドセフトオート6だとかモンスターハンターワイルズの方がその恩恵は大きいかもしれません。その情報筋トム・ヘンダーソンさんによると、 PS5 Pro 自体は順調に進んでいるように見えるけれども、 PS5 Pro をサポートするファーストパーティータイトルのゲームが少ないっていう点で今年後半にリリースされるかどうかっていうのをちょっと不安を抱いているというような件があるみたいなんですが、現在の情報では PS5 Pro が遅れたりキャンセルされたりするようなことは起きていないというふうに言っております。それこそ今年の9月東京ゲームショーがありますけれども、 SIE が4年ぶり5年ぶりぐらいに東京ゲームショー出展するんですよね。その前後ぐらいのタイミングでひょっとしたら発表してくる可能性もあるかもしれませんみたいなことを言っております。言っても東京ゲームショーもう2ヶ月ぐらいですからね。なんだかんだで X デーまであと少しかもしれません。というわけでどうも皆さんこんにちは、ゲージチャンネルです。まあ、こんなね噂話みたいなところから始まりましたけれども、今日の動画はですね、ここ1週間ぐらいのゲームのニュースや話題で気になったものをダダダダッとまとめてご紹介していく斬新で画期的な動画だ。大栗旬だ。今日の話題ね、先にチラッと見たんだけれども、なんかね不評だったり炎上してたりデータ流出してたり、こんな話題ばっかりです。先行き不安かよ。では行ってみましょう。原神の新しいゲームキャラクターに批判の声が寄せられています。不穏な話題ですね。どんな内容で批判の声が寄せられているかと言いますと、原神にですね新しく登場するキャラクターがいるんですよ。その名もオルロン。このキャラクターですね、まあ、非常に原神らしい、まあ、人気の出そうな感じのねビジュアルのスタイルにされておりますが、このキャラクターの元になっているオルロン、実在する神話に存在する神様となっているようでして、完全創作の人物ではないんですよね。しかしそのキャラクターは有色人種となっていて、まあ、簡単に言うと黒人の神様なんですよね。元のキャラクターのイメージとあまりにもかけ離れすぎているということで批判の声が来ております。しかもこの批判の声を上げているのが原神でスクロース役の声優を務めている方なんですよね。日本向けではなくて海外向けで声優をやっている方ですね。現実世界の神々を使う場合はその神々を尊重してください。現実の文化に基づいているのであればそれを尊重してください。様々な文化からインスピレーションを受けたものなら私は問題ありません。それは素晴らしいことです。表現は素晴らしいです。しかし最低限リサーチをして文化に対する感謝の気持ちを示してくださいというふうにツイートされております。続くツイートでは、オルロンはヨルバ族の最高神です。 Google で簡単に検索すれば見つかります。これは許しがたい。スマイトが独自の解釈で素晴らしい仕事をしたのを見てください。難しいことではありません。一緒に添えられてた画像なんですけれども、スマイトっていうゲームがあって、そのゲームではオルロンの表現がより現実に近いものとして表現されておりました。
まあ、現実に近いものっていう言い方が合ってるかどうかは分かりませんけれども、だって神話ですからね。原神は8月にねアップデートが導入されるんですけれども、新しく追加されるキャラクターで、今挙げたキャラクター以外でも同じことが言われてるようです。この3人のキャラクターに対してホワイトウォッシングをやめるように促す署名活動が行われてるんですよね。もうその署名活動8万9000とか集まってるんですよ。要は有色人種だったものを白人化するのをやめてくれというような願いだと思うんですが、この3人のキャラのことをちょっと調べてみたんですが、真ん中のキャラクターはキニチっていう名前らしくて、おそらくキニチアハウっていうマヤ神話に伝わる太陽神だと思われます。ウィキで調べるとこんな感じの見た目になっているみたいです。ちょっと肌の色までは分かりかねてしまいますかね。で、他の2人に関してはちょっと調べてみたんですけども分からなくって、まあ、ただ原神みたいな作品だと世界観に合わせたキャラクターに変更していくっていうのはある種仕方ないところなんじゃないかなっていう感じもあるかなとは私は思ってしまうんですけれどもね。まあ、ただこういう声が出てくる以上は世界観に合わせた形で何か工夫が必要になってくるのかもしれないですね。まあ、そういう時代なのかもしれません。だからあれですよ、ちょっと前までは織田信長が女体化してるゲームとかさ、まあなんかあったりしましたけど、今後はもう出にくいかもしれませんね。いや、そっちはフィクションだからいいじゃんって言ってても作ってる側からしたらちょっと怖いと思うんだよね。どこでそのユーザーの逆鱗に触れるか分かんないってなるとやっぱちょっと怖いと思う。いや、皆さんはこの辺の件に関してはどのように感じますか？まあフィクションとはいえ、もちろん大いにリスペクトをふんだんに取り入れてゲーム内で表現する必要はあると思いますけれども、どこまでやって OK かっていう線引きはね、なかなか難しいところだと思います。皆さんのねご意見なんかもぜひお聞かせください。いや、私のチャンネル見てる方結構大人の方が多いよね。大人の人たちは果たしてどのように考えるのか、どのように感じるのかみたいなのね、ちょっと聞いてみたいななんていうふうに思ったりもします。では続きましての話題いってみましょう。先週のゲーム週刊ニュースで話題として取り扱ったんですけれども、任天堂から発表された謎のゲームエミオ、この正体が判明いたしました。エミオの正体はファミコン探偵クラブエミオ、シリーズ35年ぶりの完全新作として登場するようです。マジか、ファミコン探偵クラブだったの？全然想像つかなかったですよね。これ当てた人いる？これファミコン探偵クラブなんじゃないのって思ってた人いる？当ててたんだったらかなりすごいっすよね。先ほども申し上げました通り、シリーズ35年ぶりの完全新作は8月29日に発売となります。ストーリーの内容としましては、ある朝地元の男子中学生が考察したいとして発見されました。その彼の亡骸には不気味な笑顔が描かれていた紙袋がかぶされていたと。その姿は18年前に起きた連続少女殺人事件の被害者と同じであり、都市伝説であるエミオというものによく似ているということです。ソラキー探偵事務所は総力を挙げてこの奇怪な事件に挑みますっていうね、もう聞いてるだけで楽しそうですよね。ファミコン探偵クラブといえば、2021年に過去作品であります後ろに立つ少女と消えた後継者がリメイクされて登場しておりました。その流れで今回完全新作という形ですからね。まあでもファミコン探偵クラブじゃなくてもはやスイッチ探偵クラブなわけでね、いやでもそこだけ、そこ譲っちゃダメ、それを譲っちゃいけませんよね。またね、一つ楽しみなゲームソフトが登場してしまうわけです。では続きましての話題いきましょう。せよ、エーペックスレジェンズ大炎上。なんかエーペックスって定期的に炎上してるような印象は勝手にあるんですけれども、これでも一番の炎上じゃないでしょうか。Steam のレビューでは圧倒的に不評と現在なっておりまして、まあ、俗に言うレビュー爆撃のようなものが行われております。見てよこのグラフ、ユーザーの怒りが伝わってきますよね。なんでユーザーこんなに怒っちゃってるのっていう話なんですけれども、7月8日に発表された次のシーズン、シーズン22におけるバトルパスの仕様変更がユーザーの怒りにつながっているようです。どんな変更が行われているかと言いますと、新シーズンからはバトルパス課金しなきゃ買えないんですね。要はリアルマネーじゃなきゃ買えないということです。バトルパスだからそんなの当たり前じゃないって思うかもしれませんけれども、今までは Apex のバトルパスってゲーム内通貨であります Apex コインで購入することができたんですよね。バトルパスを進めていけば Apex コインを手に入れることができますので、まあ一シーズン頑張ればそこで手に入れた Apex コインで次のシーズンのバトルパスを購入することができるっていう形だったんですね。
要はお金払わなくてもバトルパス手に入れることができたんですが、次からはお金払わなきゃバトルパス手に入れませんっていう形になりました。新しいバトルパスの仕様を見てみると、まあでもちょっと内容は良くなってそうな気はするんですよね。ただですね、次からはシーズンが、まあ、ハーフシーズンっていうような形になって、一つのシーズンで2回バトルパスに課金する必要も出てくるというような形になっているようです。まあ、こういったバトルパスの仕様変更がユーザーの怒りを買ってしまい、レビュー爆撃につながり、これを機にですね、今までApexに不満を感じていたそれ以外のいろんな部分をレビューとして書き込む人が増えているというようなことになっています。いや、これはね、旗から見てるとひょっとしたら、いや、バトルパスってまあでもお金払うもんだから課金したらいいんじゃないの、ひょっとしたら思ってしまうかもしれませんけども、結構その大きな問題として、今までお金がかからなかったものがここに来てお金がかかるようになるっていうところは、それはまあユーザーからしてみたらちょっと嫌だなって思っちゃうのかもしれませんね。バトルパスを獲得するために今シーズンのバトルパスを頑張ってた人とかもいると思うので、なんかそういう人の意欲を思いっきり削いじゃいますよね。あのSteamではですね、それが原因なのかどうかはわからないんですけれども、7月のとあるタイミングから Apex の同時接続数ユーザーが随分と減ってるんですよ。減ってるというか、1日のピークは今までと同じぐらいなんですけれども、なんか急に波打つようになったんですよね。いや、でもこれってね、本来波打ってる方が同時接続数としては健全というか、他のゲームも大体こういう風に波打つんですよね。なんで今までこんなに波打ちがなかったんだ。まあ、それは人気が高かったからっていうことなのかもしれませんけれども、まあ、大きな反感を買っている Apex Legends ですが、まあ、この件に関して今のところ特に動きはありません。あまり課金が重くないっていうところで多くのユーザーを獲得して、ユーザーを多く獲得することで結果的にゲーム内でもたくさんの収益を得てきたと思うんですよね。たくさんのユーザーを離してしまってしまうと本末転倒なんじゃないかなっていう気もしますが、まあゲームはでも慈善事業ではないので、どこかでマネタイズしなきゃいけないよねっていうね、その難しいところもあるかもしれません。まあでもなんでこの仕様変更に踏み切ったのかっていうのはちょっと謎ではありますよね。もっと儲けたかったのか、あるいは今のままじゃ破綻すると思ったのか。いや、いいじゃんね、エレクトロニックアーツね、あのサッカーのゲームとかでもすごい儲けてるんだからさいいじゃんねってちょっと思っちゃうところではあります。そんなタイミングでですね、コールオブデューティブラックオプス6のオープンベータテストの日程が決まりました。日程は9月7日から全てのプラットフォームで同時にオープンベータが開催します。ひょっとしたら Apex からこっちに人がドドドドドッと流れてくる可能性もあるかもしれませんし、いや待って、コールオブデューティはもともと人たくさんいるから、毎年世界一売れるゲームだから、でもさらに人が増えちゃうかもしれません。9月7日のオープンベータを経て10月25日に発売されるコールオブデューティブラックオプスは果たして今年は大ヒットするんで、いや毎年大ヒットしてるんですよね、さらなるヒットあるんでしょうか。いや、私はね、日本でのヒットがどのくらいになるのか、そこがすごい気になってます。なんか毎年毎年ちょっとコールオブデューティ日本では静かになっていってしまってるので。あ、でもね、あのシューター系のゲームだとこちらもちょっとね気になるかもしれません。なんとスプリットゲート2が発表されました。スプリットゲートの続編です。え、皆さんご存知ないですか。おかしいな、何年か前にすごい話題になったんですけれどもね、あのゲームとしてはコールオブデューティーみたいな、まあ、あのアリーナ型のシューターゲームなんですけれども、あのポータルを開いてワープすることができるっていうすごい独創的なゲーム、まあまあでもポータルっていうゲームから着想を得てるのは間違いないと思うんですけれども、まあ、それを組み合わせたかなりユニークなシューターゲームになっていたんですよね。2019年にベータ版として Steam でリリースされていたんですけれども、2021年にコンソール版などとのクロスプラットフォームが展開されて大ヒットとなりまして、 Steam の同時接続数も6万人を超えるぐらいになったんですよね。で、それってヒットなんですかって思うかもしれませんけど、このゲームもともと学生のプロジェクトとしてねスタートしていたんですよね。って考えたら間違いなく大ヒットなんですよね。2022年にはですね、開発を全て終了して、もちろん現在でもねサポートは続いておりますが、まあ一時の人気はなくてですね、まあ、順調に人口は減っていって今は静かなものなんですけれども、当時学生プロジェクトとしてねかなり小規模な開発だったものが今回ちょっと本腰を入れて作ってくるということで、これ果たしてどうなるのでしょうかといったところですよね。スプリットゲート2は2025年にサービス開始予定だそうです。パソコン、プレイステーション、Xbox と基本プレイ無料で提供予定となっているようです。
いやーいいですね。またどん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 楽しみなゲームが出てきます。楽しみなゲームといえば、でも今年のスターウォーズアウトローズも結構楽しみだなと思ってるんですよ。でスターウォーズアウトローズ、先日ですね、海外のゲームメディア IGN を通してゲームのプレイ動画が公開されたんですよね。はい、これ待ってましたと思って見たんですよ。そしたらですね、その公開された動画がどうやらやたら不評らしいんです。あの海外の PC ゲーマーがこれ伝えてることなんですが、 YouTube に動画がアップされてからグッドの数はわずか8000件にもかかわらず、バッドの数が1万3000件を獲得しているというような内容で記事になっているんですよね。確かにコメントなどを見ると、動画で確認できるゲーム内の品質に疑問の声を上げている人が結構多いようです。なんか爆発のシーンがやたらチープに見えるだとか、水の上を歩く時のその水の波紋がすごくしょぼいだとか、このゲーム品質本当に大丈夫なのって感じてる方が多いのはでも確かっぽいんですよね。ただもちろん楽しみにしている声も非常にたくさんあって、でね、私今回ね、これ取り上げた、この話題を取り上げた理由が一つあって、その海外の PC ゲーマーっていうサイト、これ大丈夫かなってちょっと思っちゃいまして。いや、と言いますのも、さっきいいねが8000件でバットが1万3000件って言いましたよね。今 YouTube って低評価って見れない仕様になっているんですよ。ところが PC ゲーマーでは低評価の数を記載してるんですね。これどういうことかというと、YouTube の低評価を表示するツールを使ってるんですよね。でこのツールってのがこれ全然当たんないんですよね。おそらくなんですが、リターン YouTube ディスライクっていうツールを使ってる可能性があるんですが、このツールって表示されてないものを見えるようにするんじゃなくて、ただの推測を表示するんですよね。どういう推測をするかというと、今言ったリターン YouTube ディスライクっていうアプリを入れてる人たちがどれぐらいの比率でグッドとバッドを押してるかっていうのを見て、それをもとに推測するんですよね。例えばですね、スターウォーズアウトローズの動画を見た人の中に2人だけそのツールを入れてた人がいたとします。そのうちの1人がグッドを押して、もう1人はバッドを押したとします。すると1対1ですよね。低評価と高評価の割合を1対1だと判断するようです。っていうことは、1000のいいねがついてたら1000のバッドがあるって勝手に推測しちゃうんですよね。すなわち全然当たらない、全然当たらないんですよ。で問題は、PC ゲーマーっていう結構有名なゲームメディアがそのツールをもとに動画の低評価数を判断した記事を書いてるっていうのは、ちょっとそれいかがなものなのっていうふうにちょっと思ってしまいました。公開されたゲームの動画は、私の目から見ても多少ちょっと、品質ちょっと不安に感じるところあるなっていう部分が、部分部分見られましたし、コメントの中ではそういった品質にちょっと不安を感じている声もすごくたくさんある。その辺に関しては事実だと思うので問題ないんですけれども、ちょっと事実かどうかわからない部分を織り交ぜて記事にしてくるのはなんかちょっと反則なんじゃねえかなって勝手に感じておりました。今ね、様々な面で UBI ソフトかなりですね、ユーザーから、厳しい目を向けられることが多いわけですからね。果たしてこのゲームどのようになってくるのでしょうか。ちょっと待って、なんかそんな感じのニュース多いよねっていう、少し感じてたんだけど、皆さんこちらのゲームどうですか。こちらのゲームこれどう、これ、この感じみんな好きそうじゃね、好きそうじゃないね、このゲーム何っていう話だよ。もう気になっちゃいますよね。皆さん気になっちゃいますよね。このゲームはエンドゾーン2です。大人気エンドゾーンの続編となっております。破滅的な大災害の後、人類の存続をかけて挑む終末世界のサバイバルコロニー建設ゲームとなっております。はい、好み、はい、好み、これ面白そうです、やってみたいです、時間解けるやつです。このゲームのアーリーアクセス版が8月26日にリリースすることとなりました。ただちょっと残念なのがパソコン版しかないっていうところではあるんですよね。こういうゲームはね、意外と重たいから、まずパソコンでリリースされて、人気が出ればコンソールにも来るというような感じになるかと思います。リリースされましたら、味見してみたいと思います。では続きましての話題です。いや、なんかさ、日本でもさ、そのニコニコ動画ハッキングされたりとかなんかいろいろあったじゃないですか。でその管理体制とかさ、どうなってんだみたいな声もあるのかないのか知りませんけれども、多分あるじゃないですか。なんかね、ディズニーが1テラバイトのデータ侵害の被害に遭ったらしいです。ハッカー集団に社内のスラックプラットフォームに侵入されて、メッセージやファイルやコードなどが漏洩したんだそうです。
ディズニーでもハックされるかい。まあでもハックされたのがスラックだから、スラックの脆弱性を聞かれたっていうことなんでしょうかね。いや、まあディズニーってゲームと関係ないじゃんって思うかもしれませんけど、いや違うんですよ。この今のディズニーハッキング話題はこれ皮切りです。今年発売されるですね、ウォーハンマー 40K スペースマリーン2なんですが、このゲームの開発中のバージョンが丸々流出したっていうことなんですね。どういうことって話なんですけれども、その流出したデータを使えばゲームが開発中のビルドのものではあるんですけれども遊べてしまうんだそうです。ゲーム自体はですねもう完成しているようでして、流出してしまったバージョンとは別物になっているということですし、公式も声明を出しておりまして、未完成のビルドになっているので、まあ、プレイしたり広めたりしないように注意喚起をするとともに、発売前にネタバレなどが出てきてしまうかもしれないので、そういったものに注意するように呼びかけておりました。まあ、このスペースマリン2に関してはですね、どのようにその流出してしまったのかっていうのは現在明らかにはなっておりません。そしてですね、それだけではなくてですね、エイリアンファイアエリート2の情報がオンラインで公開されているようです。これ情報流出による漏洩だそうです。いやだってエイリアンファイアチームエリート2ってまだ発表されてないじゃん。どうやら2025年に発売される予定だったゲームらしいんですけれどもね、こちらもどういった経緯なのかちょっとまだわからないんですけれども、情報が漏れてしまったということで、まあ、何が言いたいかっていうと、もう情報守るなんて無理なんじゃねえのこの世の中ね。これさ、ハッカー集団が本気出したらもう何でも持ってかれちゃうんじゃないのこれね。怖いわ。これもう二段階認証とかでどうにかなる次元じゃないんじゃないのね。不安に感じちゃいますよね、なんかね。皆さんすぐにマカフィーを確認しておいてくださいということで、今日の動画はここまでにいたしましょう。皆さんもハッキングされて困る履歴は消しておきましょう、ね、パソコンの閲覧履歴とかは随時消していくことをこの胸に誓うのであった。